走行路線に鍵を切ってここもう一回言うんですよ。ゼレンスキー政権は何とか支持を取り戻そうと EU と NATO への早期加盟を主張するなど対ロ強硬路線に舵を切った。ロシア系住民の味方だったのにですね、20% まで支持が落ちたらですね、今度はですねロシアを敵に回したもう高校になってから。
Thank you.
So fucking high.